来たー。はい、思考の始祖超化石シカゴ標本の論文がついに発表されました。この動画ではどこよりも早く誰よりも詳しくシカゴ標本について現役の恐竜研究者コチルイ進が解説していきます。始祖鳥とは恐竜時代に生きていた最古の鳥類の一種です。正式名称はアーキオテリクスリソグラフィカ、原初の翼という意味ですね。ドイツのゾルンホーフェンという場所から見つかっており、最古の鳥類化石とされています。時代はだいたい1億と5000万年ほど前のもの。もともとは1862年にこの羽1枚に対して付けられた名前ですが、翌年1863年には全身の骨格と羽毛の痕跡が残された美しい化石が、そして1880年代にはより完全な標本の報告もあり、爬虫類と鳥類を結ぶミッシングリンクとして数多くの謎を解き明かし、それと同じくらい多くの謎を古生物学者に投げかけてきました。最初の発見から160年以上経った現在ですら、まだまだ大きな謎が残っています。この辺、始祖鳥についてめちゃめちゃ詳しく解説している動画がありますので、概要欄のリンクからぜひぜひご覧ください。しかしですね、この動画あくまでシカゴ標本以前の始祖鳥についてです。今日この動画では最新最高の始祖鳥シカゴ標本を紹介していきましょう。これがシカゴ標本です。シカゴ標本は世界で13番目か14番目に発表された始祖鳥の骨格化石です。この番号ちょっとあやふやなのは、まあ、世に出たという意味では13番目なんですけれども、論文的には14番目だからですね。ここちょっとしばらく表記揺れがあるんじゃないかと思います。シカゴ標本見つかったのは1990年で、実のところ30年近くも表舞台に姿を現すことはありませんでした。これはしばらく個人収集家の手を渡り歩いていたためのようです。転機が訪れたのは2018年でした。アメリカ合衆国のローアー財団がこの化石を入手する機会を手に入れたそうです。ローアー財団はしかし、この標本は非常に学術的に重要なものに違いないということで、博物館が所蔵し研究するべき化石ではないかと判断しました。そこで財団はアメリカのフィールド自然史博物館に連絡を入れたわけです。この紹介によってフィールド博物館が化石獲得に向けて交渉を開始しました。具体的には明かされていませんが、獲得費用は7桁ドルとも言われており、日本円にして数億円に上ります。フィールド博物館は複数の資金提供者の協力のもと、2022年8月化石を獲得。ついにシカゴ標本が学術界に渡ったわけです。この標本の素晴らしい点は、骨がほとんど岩石に埋まった状態で博物館に納入されたという点です。羽毛や骨の一部は表面に出ていたものの、大部分は岩石で守られたままだったんですね。なのでフィールド博物館は納入と同時に CT スキャンにかけ、全身が保存されていることを確認。このデータを参照しながら、最高の技術者たちの手により1400時間かけて余計な岩石が取り除かれました。その結果、シカゴ標本以前の始祖鳥と違い、三次元的に保存された始祖鳥化石があらわになったわけです。見ての通り、始祖鳥の化石は二次元に押しつぶされることが多いのですが、シカゴ標本に関しては変形は最小限で、ほとんど元々の構造を残していたそうです。これによって世界で最も完全な始祖鳥化石が、世界で最も微細な構造まで観察できる状態になったのです。この標本にマイクロ CT スキャンや紫外線照射などの最新技術を惜しみなく駆使することで、この研究では3列風切り羽や足の裏の皮膚、完全な背骨、内の裏の構造などを解析し、鳥類の初期進化過程を解明することを目的としています。まず口蓋部から見ていきましょう。口蓋部とはいわゆる口の裏ですね。舌で上顎をなぞることができると思いますが、そこです。この部分は他の始祖鳥化石では潰れていたり壊れていたりして詳細が不明だった場所ですが、三次元的に保存された化石をマイクロ CT スキャンにかけることで詳細な形状が明らかになってきました。
解析の結果、始祖鳥の口蓋部はドロードン類などの恐竜類と鳥類の中間型の特徴を持っているということが判明しました。鳥類は動く頭を持っていることで知られるのですが、そこに至る前提条件を満たしつつあるというわけですね。まだ頭は動かないものの、始祖鳥の頭はまさにミッシングリンクと言えるでしょう。続いて背骨です。実は背骨が完全な始祖鳥標本はこれが唯一なんですね。おかげで首が9個、胴が14個、腰が5個、そして尻尾が24個、合計52個の背骨があることが判明しました。特に尻尾は以前考えられていたよりもさらに長かったことがこの標本によってわかります。また最初の首の骨が融合していないことからも、この標本がまだまだ未成熟な子供である可能性が指摘されています。そもそもシカゴ標本は鳩程度の大きさという始祖鳥の中でも最小クラスの標本なので、まあこれは不思議ではないです。軟組織を見ていきましょう。個人的には一番驚いた部分ですね、これが。羽毛以外の軟組織、皮膚が化石化した始祖鳥はこれが初めてじゃないかと思います。残念ながら紫外線を当てないと皮膚は全く見えないのですが、前足と後ろ足に多少痕跡が見えます。前足の方は大きく主要な指と小さな指の間に明瞭な皮膚の跡が見えるのがポイントです。これまで小さな指は大きな指に人体でひっついていると考えられていたのですが、皮膚で分かたれている以上ある程度独立して動いていたと考えられるわけです。もしかしたら何かしら機能的な役割も持っていたのかもしれません。一方で足の裏は小さな突起のない鱗が密集していたことが分かりました。鱗の配置からは足には太く長いパッドが存在していたことが示され、地上で歩き回ることに適応していた可能性が高いとのことです。始祖鳥がかなりの時間を地上で過ごしていたという説を支持するものですね。そして最後はやっぱり羽毛です。始祖鳥といえば羽毛で有名だからとっくに調べ尽くされているのではないかというと、全くそんなことはありません。今回始祖鳥で初めて明らかになったのは三裂風切り羽という構造です。これは上腕骨の先端もしくは尺骨の根元につく羽毛で、原生鳥類では普遍的に見られる特徴です。特に翼が長い種類だと体の根元から風切り羽までの間を埋めて滑らかな表面を作るのに重要な役割を果たしています。ここが空白だとどうしても乱気流が生まれてしまうんですね。それを防いで飛翔の際の抵抗を最小限に抑えるという役割があります。シカゴ標本のこの大きな三裂風切り羽、これは始祖鳥が安定して飛翔するための適応だったのかもしれないのですが、ちょっとでかすぎんという疑問もこの論文では提示しています。今生きている鳥類では三裂風切り羽の大きさは二次風切り羽のせいぜい半分くらいの大きさなのですが、シカゴ標本に至ってはおおよそ 85% ほぼ同等です。これが進化初期特有の形質なのか、それとも何かしら原生鳥類とは違う機能を持つのか、それは今後の研究に委ねられるでしょう。始祖鳥以外の化石鳥類からもこの三裂風切り羽という構造が見つかることがあれば、その大きさやその種の飛翔能力などと関連して始祖鳥の三裂風切り羽の役割もまた明らかになってくると期待できます。まとめると、史上最高の始祖鳥化石シカゴ標本が初めて研究報告されました。この化石はほぼ立体にほぼ完全な状態で保存されているという奇跡のような標本です。これに基づいて鳥類特有の動く頭に向けた進化、それがすでに始まっていたということが初めて分かりました。また皮膚の化石から手の指は人体で結合しているわけではなく、これまでの想定以上に動くこと、そして足は地上生活に適応したということが分かりました。そして始祖鳥初となる三裂風切り羽の存在が明らかとなり、鳥類の翼の初期進化のピースがまた一つ埋まりました。始祖鳥という歴史的にも研究的にも重要な動物、
その新しい最高の標本、素晴らしかったですね。このチャンネルではシソチョウに限らず、いろいろな古生物や恐竜の研究を紹介しているので、よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ではまた次回。